この扉の中で今、記憶を蘇らせてる。みんなが離れ離れになっていく。どうしたら。私を助けに来たというわけではなさそうね。状況による。なるほど。プラズマ他一名、まさかジルだとはね。こんな、せっかく逃げられたと思ったのに、あんたなんかにまた会うなんて。なぜここにいる。わからないの。意外ね。俯瞰視点の持ち主の言葉とも思えない。同調せずに心を読むのはすぐには無理だから。答えて、なぜここにいるの。何をしようとしている。そうなら、私の話をさせてもらう。この盾甲のてっぺんにアルノサージュ艦がある。何が言いたいかわかるよね。そう、インターディメンドが可能だってことがわかった。前にも言ったように、インターディメンドができれば私は自分の世界に帰る可能性が高まる。そうすればあなたはウンドゥーと一緒になれる。あとはあなた次第。どうする。やる。いいよ。よかった。これであなたも私も幸せ。本当にね。それじゃあ早速この穴の上、天文台へ行きましょう。でもこの盾甲、落ちるのはふわりふわり簡単だけど、登るのは大変。どこか別のルートを探さなくちゃ。私が案内するわ。わかるの。ここに来てあちこち見て回らされたから、昇降機の場所も知ってるわ。あなたたち援護してちょうだい。また勝手に話を進めないでほしいな。そもそもそのインターディメンドって何なんだ。何をしに行くのかもわからずに協力なんてするはずないだろう。なら別に、ついてこなくてもいい。あなたたちは私のお友達だし、旧姓イオン応援団の仲間だから。後で助けに来る。ここなら2、3日くらい隠れていられる。待っていて。ちょっと待った！ 2、3日とか軽く言わないで！普通の人間で物事喋ってくれないと。それに、質問に答えてもらわなきゃね。仲間相手に、まだはぐらかす気？面倒くさい。とても説明しにくい。まあ簡単に言えば、この世界と私の世界の間に窓を作る技術かな。簡単に言うじゃないか。でもそんなことをして周囲が無事で済むとはとても思えない。悪いけど行かせない。それはできない。ええ、悪いけど。私にとってインターディメンドは必ず叶えなくてはいけないこと。自分の世界に帰るために必要なの。お願い、行かせて。あなたたちに迷惑はかけない。多分。勝手なことを。もし迷惑をかけることになっても、応援団の仲間としてあなたたちには特別な措置を。もういいよ。僕らも行く。ちょっと、ラって何よ。勝手に決めないでよ。じゃあキャスは留守番だ。2、3日で済むらしい。だからそっからありえないって言ってるでしょ。なら僕と行こう。で、監視させてもらう。もし少しでも変なことをすれば実力行使させてもらう。分かった。しょうがないわね。話はついたようね。じゃ行きましょう。あまり音を立てないように
この辺りはまだ人が少ないけど、昇降機に乗って降りたら警備がびっしり張り付いてるわ。ねえネロ。何？さっき言ってたなんとか応援団って何のこと？有声イオン応援団。とっても楽しい集まり、仲間、お友達の名前。あなたたちもそうなの？関係ないだろ。そうよ、ほっといてよ。案外子供なのね。無邪気っていうか意外だわ。あなたのような子供が世界を滅亡させられるような力を持ってるなんてね。私は旧世イオン応援団で初めてこの世界が楽しいって知ったの。ワクワクしたり嬉しかったり、迷路も劇もキャスの歌も、歌が紡いだ虹の橋とかキノコの階段とか、一緒に渡って登った。あらあら、ますます可愛いわね。あれは仕方なかったのよ。ニュロキールに馴染むようにちょっと可愛いデザインにしただけで、本当はでっかいドラゴンに火とか吹かせてもよかったんだから。はいはい。でもねネロ、楽しいことばかりに目を向けていてはいけないわ。ろくなことにならない。いくら俯瞰視点を使えると言っても、油断してちゃそんなもの何の役にも立たない。どういう意味だ？さ、ここよ。やっぱりか、罠だったのね。どういうこと？天文と取引したの。協力すればあなたのことは私の自由にしていいってね。そして雲竜を蘇生してやれると。だから天文の仕事を手伝うことにした。その矢先、あなたが逃げたという情報が入ってきた。あんまりだと思ったわ。けれどあなたの方からこうして私の前に現れてくれた。これは運命だって思ってね。うまく話に乗ってくれてありがとうネロ。もう相変わらずどこまでも汚いやつ、吐き気がするよ。すぐに殺そうとか言うわけじゃないんだから、そう騒がないでほしいわ。ネロにはサーバーに戻ってもらう。それは殺すのと大差ない、ふざけるな。ザーリー、あなたにはそうね、私の仕事を手伝ってもらいましょう。誰がお前なんか手伝うか、勝手に決めるな。残りのあなた、いつか私の邪魔をしてくれたわね。あなたはごめんなさい、ちょっと使い道が思い浮かばないわ。ウイルスの実験台くらいかしらね。実験台？やめてよ。嫌よ。大丈夫よ、データは取れるだけ取るから、その分長生きできるわよ。やめてよ、実験台なんて嫌だ。ジル、貴様。アリ、そうか、同調してるから。ここでみんな捕まったら全てが終わる。私とあなたでキャスだけでも助けない？どうやって？歌魔法で。行くわよ。そいつもこいつも勝手に。仕方ない。ギューテスイスエウスヌームアウエイタウゼイブドゥズイウィネロ、無茶するな。キャスには当ててない。キャス、逃げて、早く。うん、しまった、あの子はいいわ。二人を捕まえて。どこまでも往生際が悪いわね。妙な大歌は禁止。逃げた娘を追いますか？放っておきなさい、あんな小娘。実験台なら他にもいるわ。それよりネロを天文に引き渡すのが先。おっ、ザーリー、あとは祈るしかないね。無事に逃げ切ってくれキャス。
スちゃんたちが天文台から降りた後のことを思い出したよ。ジルさんとネロが取引をしようとして騙されて。私もよくわからないの。フォーシーズンでも二人がその話をしてたのを覚えてる？あの時からネロはインターディメンドにすごくこだわってた。元の世界に帰るための手段として必要なんだって。ネロの世界とラシエラの間に窓を作るってことらしいけど、それってなんだか。うん。端末を通してあなたと繋がった、今の状況にそっくりかもって、もしかして、インターディメンドって、これのことなのかな？でも私、そんなこと知らなかったし、たまたま見つけた端末を修理してみただけだし、でももし、これがそうだとしたら、あなたの力で私も元の世界に戻れたりするのかな？けど、もしそうだったとしても、今はまだ、いいかな。戻りたくないって言ったら嘘になっちゃうけど、記憶もまだ戻ってないし、それに、今はまだ、あなたと一緒にいたいから。それに、あの後キャスちゃんが無事に逃げられたのかどうかも心配だから、みんなのことを放って、私だけ帰るようなことはしたくない。今回もいろいろ思い出したから、またメモに書いておくね。いつも付き合ってくれてありがとう。疲れたりしない？ほんと、無理しないでね。でも、また一緒に夢世界に行こうね。